さあ久しぶりのポケモンやりましょう。久しぶりすぎて最初のスタート画面行ったり戻ったり繰り返してた111番道路ナックラー見つけたい。前回マリル捕まえたんだけど、マリルじゃなくて今回ね違うポケモンも捕まえたいんですよ。それが前々からやってたナックラーなんですね。前にゴーゴーゴーグルっていうのを受け取った時、確かあれが砂漠行けるようになるやつなんですが、砂漠に行けるってことは砂漠にいると思われるナックラーを捕まえることができるんじゃないかと思って、このタイミングじゃないと忘れちゃうんで、今回は18番道路へ行くんじゃなくナックラーを捕まえる回とさせてください。サファイア、昔サファイアやってた時の記憶だとね、ナックラーしょっちゅう出てきたからすぐに捕まえられるはずです。入手はしてないと思うけど、入手難易度は低いそうな感じがするよね。お、ハートのロコ、しょっちゅうハート系出てくるよね。ハートのかけらとか。やばい。いやー、何ですか？しかも、なんで押してくんねん。ボンって。自転車で乗ってる状態で押してくるって結構危ねえぞ。大自然の中だとポケモンたちもいつも以上に生き生きしてくるよな。あなたも十分生き生きそうで何よりだわ。今日めっちゃ暑いね。夏めっちゃ暑い。ついに関東も梅雨明けてしまいましたね。では行きましょう。見つかったー。曲げてなんか、すがすがしいな。いいね、すがすがしくて。あまりにも暑くてもうエアコンずっとつけっぱなしです。電気代が心配だわ。いけるよね？お、オッケー。このタイミングで身につけんのか。なんか図鑑ナビ的にはなんかね、図鑑の、この場所にはまだ捕まえてないポケモンがいるようだって。星の砂。どこにいんのかな砂漠って。適当にふらついてたら現れてくんの、ポケモン。やん、やん、あん、あん、いけない。わからない、どうすればいいか。ポケモンはどこに出てくんの？ここら辺出てくんのかな？何かいるみたい。なにこれ。え、消えた。今も別に早く走ってないんだけど。危ね。なんかないかな。なんか珍しいものとかありそうだよね。突然伝説ポケモンが現れたりとかさ。しないか。お、これは何？わざましい37砂嵐ゲットだぜ。おお、砂嵐。使うポケモンいるかな。ナックラ捕まえたらにしよっか。え、なにこれ、ナックラじゃないでしょう。ナックラ頭があれだ。お、ポケモンが出てくる。何が出てくる。サンドパン、あ、サンドか。最近フルーツサンドが流行ってるらしいですね。私はマリトッツォっていうの食べたんですよ。美味しいけどパンとクリームって感じだよね、やっぱり。パンが強すぎた。草むらの方にいるみたい。あれ、どっち？あ、間違えちゃった。わかりづらいところだわ、もう一回。フルーツサンドね。フルーツサンドもパンとクリームみたいな感じなの？え、なになに？鳴き声が鳴ったよね、なんか。サボネア。サボサボ。サボネアが進化するとサボさんになるの？そんなまさか。こっち側行けんの？ここはどこ？何番道路？あ、ここがそこね。あれ、左側、草むらがあった気がしたんだけど、気のせいか。違うね。え、なんで横見てんのに気づいてんの？ゴーゴーゴールなんてつけちゃってさ、なんだよ。正義の味方気取りか？うっせえわ。目に砂入りまくっちまえ。では行きましょう。よし、勝った。セギには勝てないか。残念でした。あれ、もしかして、いないのかな？そんなことはないと思うんだけど。ポケモン図鑑、調べ方どうやってるんだっけ？適当に見ていけば見つかるか。一度戦ったことあるような気がするんだけど、図鑑に載ってるはず。どうだろう。番号なんて把握してないからさ、わかるわけないよね。ここら辺だと思うんだけど。あ、ナックラあった。121番。分布。え？どうやって見ればいいのこれ。白くなってるけど、ここら辺にいんのかな。
ラックラの分布111番道路。今だよね、これ。そうだよね。ここにいるってことだよね。わからづらいけど。もう111番道路でしょ？出てくんのか、適当に歩いてれば。うん。図鑑ナビの図鑑にも、ナックラのマークあるし。自転車で適当にパゴパゴやりましょう。なんだろう。次こそ見つけたい。遅すぎんのかな？あんた誰？うっそー。今度は？これサボさんだよね。どう見ても。頭の形違うもん。サボさんはダメ。ええー、こんな誰？お、来た、ナックラー。フライゴンは男の子がいいから男の子。あー、女の子だな。女の子はダメなんですよ。なんでかって？秘密。わかる人にはわかるはず。好きなポケモンっていうのはね、性別もお決まりなんですよ。どこ？いなくね？でも、今、影のやつ関係なく出たから、やっぱり自転車か。何の鳴き声今の。適当に走ってみよう。めっちゃ気になるね。何のポケモンの声なんだろう。全くわからん。ポケモン全然出てこない。甘い蜜みたいなの捕まってみる？そう、持ってないような気がするんだけど。なんか、ポケモン寄ってくるやつ、ポケじゃらし？違うか。逆だね。絶対逃げられる。逆じゃん。ないね。そういう系。今回持ってないのか。地道に見つけるしかないか。ポケモン出てこない。やばいぞ、やばいぞ。よし、来たー。ふぅ、やっと来たぜ。5分ぐらいかかったかな。でも倒しちゃいけない。どうしよっか。ポケモン何かチェンジする。マリル出してみる？ちょ、勝率変わっちゃうか。ポケモンセンターで回復させればよかったな。アブソルとか体力なかったわ。マリル、どんな技持ってる？いやー、ピエン。あらら。どうしよっか。泡転がる。バブル光線の波あり。レベル14だから、転がるで行ってみよう。ああ、あまりにも弱すぎた。いえ。くそー。ストライクか。ジュープ取るしかいない。倒しちゃうってことはないと思うんだけど。適当に電光石火、火力でいいよ。ふって、触るだけ。よし！チプトル、ちょっと、耐えてくれよ。ボール、どうしようか。ターン稼ぎで、一回、モーモーミルク飲む？砂漠で牛乳飲んでるやつ初めて見たわ。じゃあ、ここで、ボール投げてみようか。普通のモンスターボールでいいかな。行きましょう。けっ！モンスターボール！レベル20だね。よし。よし。よし、来たー！ナックラーゲットだぜ！ありがとうございます。ナックラフライゴンだよね。違かったらどうしよう。ビブラーブに進化すると思うんだけど。ありがとうございます。ウリシキア、リシキア、ウリシキア。ナックラーです。OK です。ニックラー、ニックネームは、そのままで OK。 よし、じゃあ今日は終わりましょう。何もしてないけど今日はもうおしまいじゃ。では帰ろう帰ろう。ポケモンも回復したいし、ボックスの入れ替えもまたしなきゃいけないね。誰と入れ替えようか。もう入れ替えるようなポケモンいないけど、卵まだ変わらないんだよね。あれ、こっちだったっけ。
度捕まえたポケモンの、お、今度は真珠が出てきた。ここ何でも出てくるね。岩から真珠ってどういうこと？岩から真珠。そんなことわざは聞いたことがないよ。じゃあ、また入れ替えましょう。誰と交代になるんでしょうか？誰か一人預けなきゃいけません。今は手持ちにアブソル、タツベイ、タマゴ、ジュプトル、ストライク、マリルとなってます。マリルは絶対に必要です。さあ、戻すのはどのポケモンになるでしょうか？こちら、ストライクになります。出てきた瞬間に戻される。ストライク強いからさ、まだまだね、そう、レベル上げとかもね、後からで大丈夫なんで一旦預けちゃいます。何もせずに帰らされたね。まあそのうち出回るから大丈夫ですよ。じゃあ新たにナクラを連れてきましょう。様子見よう、どんなポケモン。頭ジェナルス、砂地獄、岩棚で穴を掘るです。怪力バサミ、相手に攻撃を下げられない。攻撃力が下がらないっていうのはいいね。寂しがり屋な性格、111番道路で20、レベル20だけ行ってあった。物をよく散らかす。あー、よくいるやつ。さすが私のポケモンって感じだね。じゃあ本日はこちらで以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はちゃんと118番道路行きますからね。よろしくお願いいたします。では本日はこちらで以上となります。ありがとうございました。